ねえねえちゃん、ん、スーパーボールの新しい作り方分かったんだけど、分かる？この前りっちゃんとやってたやつか。そうそうそう、スライムをね、炙るとスーパーボールができるんですよ。あれすごかったよね。そうそうそう、でもさ、大発見。はい、あれさ、こんなちっちゃいのでやってたじゃん。まあこんなちっちゃかったね。でもさ、ボンボン TV といえば巨大でしょ。巨大ボンボン研究所。あつさちあっちです。こんにちは、えっちゃんです。はい、というわけで今回はですね、新しいスーパーボールの作り方で、うん、大量のね、スライムを炙って巨大なスーパーボールを、作りたいと思います。はい、ということで材料はこちら。 PVA 洗濯のり、水、絵の具、放射、お湯、以上です。はい、というわけで水にこちらの PVA 洗濯のりを入れていきます。そしてここに絵の具で色をつけていきます。オッケー、はい、混ざった。はい、次にこちら放射を溶かしたお湯を少しずつ入れていきます。ちょっとずつね、ちょっとずつ、ちょっとずつ、もうちょっとお願いします。もうちょっと、えい、もうちょっと、もうちょっと、はい、はい、結構入れちゃった。結構入れたね今いやでも大丈夫だ。こちらを炙っていきます。フライパンで焼けばいいんですか。はい、こちらをフライパンで焼いていきます。はい、それでは次が大役だぞ。私がスライムを焼きます。はい、焼いてください。はい、じゃあね、もうあと、あ、はい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 、もうえっちゃんの感覚に任せます。え、なに、おお、半分ずつ、半分ずつ、半分ずつの方がいいと思うよ。おお、スライムを操る魔女。魔女。おお、おー、スライムはフライパンで焼くものではないので真似しないでください。なんか水っぽくなってきたけど。そうそうそう、水っぽくなってくんだよ。全然ね、固まる気配ない。そう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 。あ、こっちはなんかちょっと異変が起きてきたね。固まり始めた。次は、うん、はい、というわけでですね、あれからしばらく混ぜていったんですが、箸についたスライムであろうスーパーボールをお見せしましょう。こちらでございます。はい、こちらでございます。ちょっとね、白い湯気が立ってるんでちょっと熱いですね。こいつをどん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 大きくしていきたいと思います。もうこのサイズでね、前回のサイズよりははるかに大きいです。はい、こんな感じでございます。今はあのね、結構ね、本当に固体っぽいのよ。やっぱり固体っぽいのね。どん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 塊になってきました。飛ぶのよこれ。ほら、超弾ける。これスライムが怒っとる。わあ、スライムをね、スーパーボールにしようとしてるからね、怒ってるんだよ。怒ってるで、怒ってる。スライム怒ってる。俺はスライムだーって言ってる。そうそう、俺は怒ってるって言ってる。これ俺は怒ってる。怒ってる。俺はスライムだ。俺は怒っ、お、はい、というわけでですね、フライパンの中にあったスライム全部こちらに移しました。ということでこちらを冷蔵庫で少し冷やします。はい、というわけで冷蔵庫から出してきました。こちら、でで でかいんだわ。やばいね、これね。でかい。そしてちょっと手にくっつく。ということでね、まあ作ったはいいけど、実際跳ねるのかっていうところですね。そうね、今んとこね、ちょっとね、そう、跳ねる気がしないんだよな。それ跳ねるかな。いやー、じゃあちょっと試してみよう。オッケー、うん、はい、ということでこちらのスーパーボール、まあ、巨大だよね。巨大ですね。いや、巨大って重すぎるから跳ねないんじゃないかなってちょっと思ってるんだけどさ、うん、まあ今までだったらそうだった。でもこれは違う。スライムから生まれたスーパーボールですよ。じゃあ一回やってみてください。いきますよ。はい、私ね、私で1メートル50センチだよ。はい、はい、3、2、1。惜しい感じだな。もうちょっと冷やしてみようよ。冷やしてみよう。うん、はい、ということで冷蔵庫で冷やしました。机の上で一回ね、どれくらい跳ねるか見てみましょう。いきますよ、はい、3、2、1、GO。 おー、結構跳ねるね。おわぁ、軽いんだけどね、うん、この前のやつより全然跳ねてないね。あ、跳ねた。そう、跳ねるんですよ。これちっちゃかったら、ちっちゃかったら跳ねるね。ちっちゃいと跳ねるね。あー、まあというわけでですね、スーパーボールはできるんですけど、やっぱ大きすぎると逆に重たくなって、うん、跳ねない。跳ねるには跳ねるけど、うん、思ってるこのバーンっていう跳ねはないね。まあでもね、これちっちゃいサイズだったらこれが一番スーパーボールらしいかもね。はい、ということで皆さんぜひね、これね、面白かったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。またねー。